ラヨシュ2世は、ハンガリー王、ボヘミア王。ヤゲウォ家のウラースロー2世の子。母は、ウラースロー2世の3番目の王妃、アンナ。姉は、フェルディナント1世の王妃、アンナ。1516年、父の後を受けて、ハンガリーとボヘミアの王として即位する。しかし、若年のために、国内の統率が困難となり、それが災いして1526年、オスマン帝国のスレイマン1世が率いるオスマン軍との戦いで敗死した。これにより、ハンガリーの大部分はオスマン帝国に奪われた。野心家であったと言われるが、多くは成し遂げられることはなかった。死士がなかったため、スレイマン大帝により、ハンガリー王には、オスマン帝国に服属したトランシルバニア公サポーヤイ、ヤーノシュが推されたが、ハンガリー貴族の反対により、ラヨシュ2世の姉、アンナの夫で、王妃、マリアの兄でもあった、フェルディナント大公が、ボヘミア王位と共に継承することになった。これにより、両王位は、以後ハプスブルク家の世襲となった。ありがとうございます。